を使って7日間の着回しコーデをやってみようと思います。もう本当にベーシックで着回せるアイテムの5点を選んでみました。今日からウェブが本セールスタートということで、セールアイテムで着回しをしてみようと思います。まずアイテムの説明をしようと思います。こちらのマーメイドコートですね。こちらがセールなのはとっても私的には悲しい気持ちなんですけど、今年暖冬ということもあって売ることがちょっと難しかったかでもね、着る人にとってはもうこれが安く買えるっていうお得なチャンスなので、おすすめなアイテムです。急に寒くなってきましたし ね、これから使える、もう今使えるっていうアイテムだと思います。次がこのボアポンチョですね。このリバーシブルになっていて、このフェイクスウェードとボアのボンディングのアイテムです。こちらも後ほどご紹介します。次がこちらの、パンツがドッキングになったシャロセットですね。1枚着るだけでこのモードにも着こなせるし、合わせ次第でカジュアルにできるという万能アイテムです。これもね、1着でコーデが完成するからすごい楽ちんでお気に入りなんですね。こちらの4点目が、オーバーサイズのシャツですね。こうバサッとしたアイテムのシンプルなシャツって1枚あると便利なので、こちらもおすすめです。最後にこちらのストレッチパンツですね。こちらは、この中のこのマーベルト、わかるかな、オリジナルのマーベルトがポイントです。そう、こういうさりげないディティールもね、かわいいですよね。で、後ろにこうファスナーがついているので、ファスナー開けてブーツとかね、ヒールと合わせると美脚効果もあっておすすめです。こんな感じで5点集めてみました。もう見るからに着回しできそうなものをチョイスしてみました。こちらでコーデをしていこうと思います。はい、1体目ですちゃんと言えたはい、セールアイテムはこちらのマーメイドコートとオーバーサイズのシャツを使ってます。で、このね、キラキラしたプリーツを差し色にしてコーディネートをしています。このスカートは1月に差し込みで作ったスカートですね。そう、なんかこういうフレアスカートって結構コンパクトなトップスと合わせることが多いと思うんですけど、コンサバっぽくならないように今回はオーバーサイズのシャツで合わせてみました。で、ポイントにこのさっきのパールネックレスをね、こんな感じで巻き方を変えて使っています。このマーメイドコートがすごい着るとね、シルエットが綺麗で、こう裾が広がる感じがすごい可愛いんですよ。可愛い、これがセールと思うと悔しいこれ彩香さんでしたもんね。そうなんですよ、ちょっとこだわり伝えていいですか。はい、ぜひ。こちらなんですけど、オリジナル開発の素材で、国内縫製のウールコートになります。で、これがやばい、何回言うんだろう思い出強い、そう、思い出強いです、本当に。そう、でもね、本当今着るのおすすめだと思います。で、このよく見ると後ろのこのね、ダーツディティールもね、このモードで可愛いんですよ。裾がフレアで女の子っぽいんですけど、ディティールがね、ちょっとモードな要素も入ってアメリらしいアウターです。中がこんな感じのオーバーサイズのシャツを着てます。袖がすごい可愛いんですよ。こういうね、大きめの深く入ったタックがね、可愛いディティールのシャツです。後ろのギャザーディティールもね、すごい可愛いんですよ。何でも合うシャツです。はい、
1体目はこんな感じです。では2体目に行きます。2体目です。こちらのコーディネートはですね、セールアイテムはこのボアポンチョを使ってます。このねボアの面を表にしています。あとで裏面でも着てみたいと思います。でこのコーディネートはあのボアが結構ボリュームがあるのでアイラインのシンプルなワンピースで合わせてみました。そうシンプルなアイテムなんですけどこのねサムホールが開いていたりそうポイントがあって可愛いんですよね。素材も若干シアーなのでコーディネートが重たくならずに着ていただけると思います。すごいあったかいんですよねこれ一着着るだけでも。そう、ね、こんな感じのシンプルなコーディネートをしてみました。可愛い可愛いですか。はい、で、このポンチョにこんな感じで、こちらのアームウォーマーをつけても可愛いと思います。このアームウォーマーなんですけどこちらは私物なんですけどこういうね袖の短いアウターと結構あの相性が抜群なのでおすすめです。では次に行きたいと思います。はい、3体目です。今回はですねこちらのシャツとパンツを使ってコーデを組んでます。で、私のお気に入りのシャギーコートを着てきました。このね毛足がすごいふわふわしてて可愛いんですよ。こういうそうですか。こういうコートは重たくなりがちなんですけどあえて口コミを少なくしてで毛足を限界まで描いて見た目以上に軽く羽織れるコートに仕上げてみました。ね、すごい可愛いんですよ。これもっと軽いですよね。そうなんですよ、重たく見えるんですけど着てみると全然そんなことなくで、このね、止めても可愛いっていう 2way の襟のね仕様のコートです。こうなってる感じ、またこんな感じです。で、中はちょっと雰囲気を変えて先ほどのシャツに、1月の差し込みアイテムのシャツをレイヤーとしてみました。ね、また雰囲気が、ね、変わって見えますよね。ちょっと脱いでみます。はい、脱ぐとこんな感じです。かわいいね、かわいいですよね、うん、で、パンツはボルドーのカットパンツを履いています。で、こうやってね、ブーツインしていただくのもおすすめです。タイトすぎず、ね、絶妙なサイズ感なのでブーツにインもしやすいアイテムですね。私身長が小さいんでねこういったトップスにポイントのあるコーディネートをしてみるといいかなと思って組んでみました。はい、では次に行きます。こちら4体目です。で今回は、マニッシュな感じでコーディネートをしてみました。セールアイテムはマーメイドコートとあとこちらのロンパースです。で今回はね髪型もねこんな感じでオールバックにしてちょっとマニッシュな感じで決めてみました。このマフラーはねすごい肉厚でね柔らかくて気持ちいいんですよ、うん、そうこうやって垂らしてきてもコーディネートが少しね雰囲気が変わって見えるので可愛いと思うしこう巻いてきても
可愛いと思います。中は先ほどのロンパスを着てます。パンツとドッキングの、ロンパスで、これでさらっと1枚着るだけでコーディネートが完成するアイテムです。はい、シルエットはこんな感じでゆるっとしたワイドなね、ストレートパンツのシルエットになっております。で、ディティールもすごく可愛くて、カフスがこういうね、ボタンがついています。モードのディティールが可愛いアイテムですね。1枚着るだけで簡単にコーデが決まる優秀アイテムです。足長効果えげつないですね。確かにもうこれはえげつないですね。はい、4体目のコーデでした。いかがでしょうか。では次いきます。5体目です。セールアイテムはこちらの、ボアコートとシャツとパンツを履いてきています。そう、セールアイテムだけでもこんな感じの可愛いコーデが組めちゃうんですよね。可愛い。で、ボアのコートは、今回はフェイクスウェードの面を表にして着てみました。また雰囲気が違って、見えるかと思います。こんな感じの素材ですね。なんかプリント加工をしているみたいで、ちょっとレザー見えする感じの加工感になっております。こんな感じで脂肪感があって可愛いです。で、ポケットもこんな感じで、中に入れてどっちの面でも使えることができます。パンツは今回は、ジップを上げて、ヒールと合わせてみました。ね、細身でね、あのシルエットを拾いすぎない絶妙な、ストレートのシルエットなので、すごく細く見えて良いかと思います。では6体目に行きます。6体目です。今回はセール品はマーメイドコートと、あとパンツですね、こちらで着回ししてみました。ポイントとしては、中を同色系のね、ピンク系のコーディネートで着てきました。とインナーに着ているトップスなんですけど、あの AW で作っていたこのベストとシャツがレイヤードになっているね、トップスを着ています。すごい編み地が可愛くて、この2色のループヤーンを使っていて、くるくるした糸ですね。そう、このね、編み地はすごく可愛いんですよ。で、このダメージディティールもポイントです。で、ベストをレイヤードしてもいいんですけど、シャツ単体でも着回しができるアイテムですね。こちらもセール品なんですけど、おすすめのアイテムです。ではラストのコーディネートに行ってきます。はい、最後のコーデです。はい、セール商品はですね、こちらのボアコートとドッキングのロンパースです。今回はボア面を表にして着てみました。で、アームウォーマーと、バッグと靴で黒を入れて差し色を入れてみました。ブラックとベージュのコーディネートです。で、雰囲気を変えたかったので、このフードベストもつけてきました。ね、こちらすごい可愛いんですよ、ね、ちょっとつけるだけで
雰囲気の変わるアイテムです、はい、こちらすごいね、私お気に入りでコーデに使うことが多いです。あとアームウォーマーもつけてます。脱ぐとこんな感じですね。先ほどのロンパースもこの子のおかげで雰囲気が違って見えるかと思います、はい、でバッグは SS のバッグです。ここの、金具のところで、長さを調節できるので、こうやってハンドとしても使えるし、こう長くしてショルダーとしても使うことができます。はい、7コーデ組んでみました。いかがだったでしょうか。本当に着回しの効くアイテムがたくさんあったと思うので、ウェブにはまだまだ可愛いアイテムがたくさんあるので、ぜひチェックしてみてください。本セールが今日から始まっております。そして私事ですが、1月1日今日からインスタを開設させていただきました。こちらから飛んで、ぜひフォローしてみてください。それではバイバーイ。